春日大社養護の松養護の松養護の,の松は、奈良県奈良市の春日大社一の鳥居をくぐって、すぐの山道右側に生育している黒松である。遠距を2年の春日ガ元元気にも記された古い巨木であったが、1995年に枯れたため、現在は巨大な切り株の横に、後継樹の若木が植えられている。この地は昔、春日大明神が沖縄の姿で降臨され、 万歳学を回れたちとされる。教訓書によると、松は特に芸能の神のよりしろであり、この養合の松は、能舞台の鏡板に描かれている、大松の絵のルーツとされている。毎年12月17日の春川神谷温祭りでは、養合の松の前で細男座、田楽座、猿楽座が芸能を披露する、松の歌式と呼ばれる、従儀が取り行われる。 特にサルラックザは弓矢立会を演じるが、古くはコンパル流、コンゴー流三勤の年は弓矢立会、関税流、宝生流の年は船立会を演じることが定められていた。この松の下を通りお旅所へ参入すると、従列時は馬より振り、小族の長い裾を引きつつ、馬を引き芝舞台を三度回り、馬おさじは馬上のまま三度舞台を回って退出する。 この時、火で傘につけた小さな五色の紙水を大道寺が神前へ投ずる。コンパル太夫が芝の柿に結びつけた白紙をお旅所前で解いてから最場へ入る所作は、コンパルの拉致明けと呼ばれ、拉致が悪という言葉もこれから起こったと伝わる。その後、幸福寺ゆかりの宝蔵隠流宗術家元による片方納なども用語の松の下で行われる。 ありがとうございます。